あれサムネイル作ってるんでね。まあそういうわけで、この中だな、水が増えた水着やっぱりじゃない、催眠術攻撃してた、びっくりした、ほんとに催眠術攻撃してた、びっくりだ。催眠術攻撃してた、びっくりだ。そういうわけだな、お前ら分かってるよ、そういうの以外に日本全土を襲うだろう。そうだ、あの人は大概戦争、お前らが主犯か、これ大抵の戦争するとか、あんたに対テロ戦争するぞ、ほんとに足元攻撃はお前らめ、うわするぞ、ほんとにそんなするぞ、マジ足元攻撃の本社も爆撃するぞ、ほんとに爆撃するぞ、マジ、ほんとにおい、笑うじゃねえよ、俺、足元攻撃お前らのとこに行くぞ、明日行くぞ、これ、ほんまに喧嘩するぞ、あれじゃねえよ、本当に戦争や、これこら、お前ら思い知れん、本当に飛翔駅で、もう虐殺するぞ、お前らということで、思い知れ皆さん、いぞ、宇治宇治、お前ら覚悟あるんやろな、お前ら反省してやがったよやな、運用く滋賀県、総攻撃するか、数年以内で戦争するぞ、本当に、日本全面戦争するぞ、これな。ということで、ロシア、ほら、どういうつもりや、お前ら。あなたの対外戦。お前ら、いい加減戦って、本当に。するぞ、お前も笑い事じゃねえ。笑いすむか、吉本興業。お前ら、戦争や、はい、吉田俊介ら、お前ら、覚悟ありやんな。血は見るぞ、本当に。本当に戦争するぞ、お前ら通報してな、これどいつもりや、ホーフゲー、おい、そういこう、クボスマン、お前ら爆破見るなよ、バーニングタウンに、お前ら両者爆撃するぞ、本当にしょうがないのがやるぞ、これそういうことでさ、アメリカの皆さん最初からなんか俺使って、そう、こいつら圧力かけそういうことでさ、でこいつはしこいな、アメリカ水泳でね、ぶっつけ無理、もう知ってるか、なあれ震度大丈夫かな、仲間に文句言いに行ってたみたいにさ言ってたよ、しょっちゅうびっくりしたな、本当にさ、でも無理、もうお前ら終わりした、そういうことでした、菅総理本当に東北再現できてよかったですね、見に行ってびっくりですね。ちなみに放射能なんか汚染やっぱりあれはフェイクニュースです、ああまあ戻っても大丈夫です、ああ私1週間でも見たから遠くにいたからそういうことでした、要は蚊に刺さりですっていうか、これはもう蚊に刺さりやす、ね、虫やん、まあ俺にそういうことだよ、水が増え、水が、お前ら両者死んでもらうぞ、本当に血浴びるぞ、本当にこれ意外にしろな、お前本当にそういうわけで、下旗の優さんですね、え、私、旗愛と星崎はお話したんだって、本当にびっくりですね、
もうそういうことでしょ。アスカキラ最初からあんた話したかったんや、ツイッターでね。あんたが拒むから無視拒否するからもうなんてバカじゃないのお前お前らバカじゃねえの。そう、俺カニ、俺はああみんなお前か、お前とんでもない異臭そうやったら覚悟しすんまで。そういうことにしたらアメリカの皆さん最初から何でも俺使ってさ相手ぶっ放しちゃうのやっぱりね。ほんでわざとあの水際たちを入国認めてたんだよ。ああおかしいと思ってん、あおかしいと思ってん、なんかさあ国家ぐるみのテロってことでさ、そういうことにしたらだから俺は多国籍の立場にならないのね。ニューワールドオーダーポジションにもう掴んだらあかんかんね。うん、俺も掴んだ。うん、活動できなくなった。うん、うん。こういうこと、まあ、多国籍ないね。うん、もう、要はね、アメリカ、もしかして英語以外の 言語を学んでくれる。うん、南海の言語に。やっぱりな、ヘブライ語とかアルメニア。あ、そういうものですか。ねえ、ヘブライ語はもう、アラビア語のおかげでね、系統的にアフロエジア語語読一部だと、これ分かるんですよ。もう大型の関係ないのよ。あ、そういうことや、まあ、まあ、そういうことですね。弓島さん来てくる、来てるの知ってますよ。あのセンター、弓島さんね、もうびっくりした。アナリピン、うわスプートニックさんに出てた人に英語がまたびっくりした。SOB って書いてあるし、どこの会社なんだろう。本当にびっくりした。やっぱりもう海外に住んでたからもうそういうことにした。もうだんだんアスカキラの話しか話しちゃわせて、どんなかな。もうそういうことでね、あのね、ツイッターの話どこですね。じゃあ皆さん、あの声優系は絶対会わないようにこいつら会うと絶対テロを起こすから、気をつけろ、俺みたいに観光園を発病され殺される。そういうことや、青に覚悟あるやんか。お前ら強いよ、これは。お前があの声優を全部たまれてるし、バグバグなんだ、笑うんじゃない、本当に誰も味方もいないって、そういうことか。もう、まあ、俺を潰し認めたんか、これ。宮野先生、過去あるんやろな。この前と滋賀県全域虐殺するぞ。ああいう事態になるぞ、陥没で。あれはね、本当にやるぞ、西山雄三君。お前らも全社壊滅させるぞ。俺は壊滅させるぞ。お前ら笑い事じゃねえ。戦争や。戦争や。スゴアルマータンに漏らしたんか、マメカ漏らしてたんか。あー、水着なんてね、水が見えテロリストと見なして、あ、声優系は全員テロリストと見なして、容赦しなくなった。あ、青鬼とね、すいません、この前と爆撃せざるを得ないんや。赤坂と青山ね、爆撃せざるを得ないんや。港区全員爆撃せざるを得ないんや。もう検討せたら滋賀県は問題に全域爆撃する。俺の同時に大津と長野総攻撃する、うん、攻撃と銃撃で、うん、要は防衛出動規定使おうかなと思いますね。菅総理最初からあんなもん滋賀県に準備体制入ったよ、うん、防衛出動規定使う、やらせでもなんゴルでも本気だってますよ。そういうことや、安倍晋三は。それでね、長浜に来てたんか、藤井藤原に文句言って、鹿児島に文句言って俺に来てたんか。あれね、安倍晋三のアルパメン再現したんや、俺が。要は旧機能もとね、ロックダウン状態です。国連の同盛会に入ってます。安保理の決議、
内閣議解除は認められません。そう、まずロックダウン状態で、あの地域返還に反対していました、高槻。そういうこと、あんな危ない場所は、本当にロックダウンに適用されちゃう。うん、あの急避難なんて、ほとんど急長間に移しちゃう。うん、ほとんど体質そっくりやから。移して、吉田産業も。吉田俊介。ね、吉田産業も、急長間に移して、あいつ前原で拠点構えてるからな。もう知ってるわ。うん、吉田会社行って。移して、うん。そういうことで、もう、ほら、今閉鎖状態で、うん、国連の関係者、まあ、そういうこと、入隊もできない。電車は残念ながら、とか無視拒否して料金、通過する料金とかね、ちょっと安めにしました。40円ほどね、もう俺ぐらいさ、もう無視拒否して通過することが、わあんなの拠点になったの。こういうことでした。もうアメリカの最初から俺を使って、そう、うん、日本の滋賀県に特に圧力かって言ってましたよ、そう。こういうことで、やっぱ身近な人たちしてくれたの、もう。やっぱ宮崎大臣に文句言ったから、あいつ行っても無理やって。俺2回や、滋賀県庁まで抗議運動してる。滋賀県庁も抗議運動してたよ。こういうことでした。いや、元凶はあの生育資本やった。水にはね、水は不明やで、こいつらいた。このテロリスト一家ね。テロリスト一家やで。俺までテロリスト一家って言うと。要は、1年はもう一人やろ。あの、キュアミンと、あの、キサラギハミン役ね。長野愛さんでしょ、埼玉。知ってましたよ。知ってましたよ。キュアミンと役。全然わからんね、先生。いや、ネオエンチコさんも来てさ、びっくりやね。まあ、まあ、ちょっとね、いろいろやってたんだな。さあ、俺はね、なんでさ、目を閉じてる場面が多かったよ。魔法を使う。さあ、というわけだ、ニュープスカッチ、プリキュア、プレポイズン、声優陣、過去あるやな、バンカーバスターするだろ。うん、青鬼とすみませんよ、両者爆撃するか、うん、本当に爆撃するか、日本人覚えておいて、対テロ戦するか、お前ら全然やめる気はない、戦争して解決、分かった、以上です。